失礼します。タコ、ニラコです。タコからです。どうぞ、もうそのまま召し上がってください。どうぞ、柔らかく煮たタコです。もうそのまま召し上がれます。どうぞ。近畿ですね。網走の近畿。失礼します。どうぞ。網走とか今根室、あそこら辺ですね。お酒一緒にお出しします。大丈夫かな。一緒にお出しましょう。お酒出してね、はい、半分ね。奥様、彼女さんの方は半分でいいから。それからこれから全部やってあげて、1個だけ、1個出した時に聞かないと、お客様もどうですかって、うん、すいませんね、申し訳ないです。なんかこちらのミスで気遣いできずに、気遣ってあげてね、たくさんお客様にね。そのぐらい、もうちょい入れてもいいかな、うん、とにかくお客さんのこと気にして、グラス下げて、せっかく楽しみに来てくれてる、しっかりやってね、頼むよ。うん、カニちょうだい。はい、サバとコハダ、光り物が苦手でしたっけ。はい、サバコハダ。サバコハダ、じゃあイワシはどうですか。イワシも一応抜いておきましょうか。マジは大丈夫ですね。わかりました。ありがとうございます。磯自慢大吟ね、うん、またちょっとずつで半分と4分の1で、これはカニに合わせるから、あの毛ガニに合わせます。はい、繊細なんで毛ガニもこうみずみずしい、あのすっきりしたお酒です。そう、毛ガニですね。失礼します。ちょっと今シャリ酢と合わせたばっかりのシャリちょっと合わせてます。シャリと合わせてるんで、そのまま召し上がります。毛ガニですね。根室の毛ガニです。14台出してあげて、甘口がいいから、うん。あとイカからね、はい、今日のメニューイカから順番にこういう感じで出ます。ちょっとつまみがね、今日少し湿気の影響でつまみがちょっと少なくて、まあ、うちでいうボタンエビ、あん肝なんかがね、あの定番なんだけど、今日ちょっと出せないんで、握りがちょっと多めになってます今日は。気軽にこれ根室の800アップ、800g で一番大きいサイズですね、毛ガニの中で。香りもあるよね、香りもあって、うん、お寿司に合わせて、握りに合わせて、あの寿司難波のあのプライベートボトル、あの新潟の鴨錦さんってところでちょっと一緒にやらせていただいて、酒未来っていうお米を使ってます。すごくすっきりして、もうお寿司に相性がいいです。
と白子にはあと白子は穴子が出るからそれ頭入れといてつまみで穴子に穴子に野口のぬる感、うん、ちょっとでいいからね穴子にも白子に何いこうかな失礼します白いかでカツオカツオと同時で赤ワインねグラスの中、うん、で穴子と同時で野口ぬる感で、うん、失礼しますどうぞすみません、ね、ねっとりとした甘いイカですあれ国はどこなんですか中国あ中国のどこら辺ですか北京北京うんオリンピックオリンピックやったところだねと七沢さん左の札出しといて、うん、もうお寿司にはこれでしばらく行っていただいてはいこのそれもすっきり飲みやすい邪魔しない感じですね、うんはい、主役がなんかお寿司なんでやっぱり邪魔しないお酒って言ったらやっぱこの辺あとは黒龍とか、はい、はい、それいか何これはね、呼子ってとこ、佐賀県佐賀の呼子のイカです、はい、どうぞでは、マスノスケって言いますキングサーモン、北海道で上がるキングサーモン、天然のサーモンです、はい、油も上品な油ですね、くどくないノルウェーとかの、ね、サーモンだとね、すごくくどくなっちゃうんだけどこれはもう本当上品な油ですどっちかで品がいい感じです、はい、で葉桜ですねちょっと時期がね、ちょっともう桜の時期少し終わったんだけど桜の香りをまとわせてますサーモン自体あまり香り薄いんですよねサーモンってあまり香りがある魚ではないのでもうちょっと蒸した感じなんだけどちょっとレアな感じで途中で火止めて蒸しすぎるとね硬くなっちゃうんでちょっとふわふわっとした食感残してますもう酒と昆布だけですねともうマスノスケにちょっと塩当ててたんでちょっと塩気もありあと白子この後白子が出るんで14台いってあと穴子が来るんで穴子にちょっとどっしりとした野口をぬる感で今合わせようと思ってますね。白子もトラフグです。今ねマフグほとんどマフグしか出回ってないんですけど、こうトラフグがまだ少しあるんで。豊洲の仲買の串田っていうとこからこう分けてもらってます白子は14台と一緒に行ってみてください結構まあ塩強めにふつけて14台に流すと結構いいと思います口の中うまみが本当に白子の中の最高峰ですよねマダラの白子とかねタイの白子とかいろいろあるけどやっぱフグの白子には勝てないですよね海のホワイトソースって感じですよね、うん、本当に、はい、マコガレイですマコガレイ今日は横須賀ですね江戸前のマコガレイ横須賀神奈川県あとは富津とかあそこら辺が多いですね千葉、うん、
で、アジね。どうぞ、アジ。綺麗だね、これね。光がすごい綺麗でしょ。本当に、皮目の光をね、まず楽しんでください。本当に美しい。島根県ですね、浜田ってとこです。まだドンチッチって、こう、油がね、結構乗ってくるとドンチッチって、ドンチッチ味って言うんですけど、まだドンチッチって名乗れない。脂質がまだそこまで油が乗ってないんで、島根の浜田さん味です。皮目がね綺麗ですね、美しい。あと美女部です。美女部56さんです。で、穴子と合わせて野口ね。帰ったらゆっくり、帰ったらゆっくり YouTube 見てくださいね。結構面白いと思います僕もなんかいろいろ語ってるし、ゆっくり見て。寿司好きなんだ。あ、結構好き。寿司2人揃って寿司が好きなんだ。よかったですね。日本の人だけじゃなくてね、やっぱり海外の人もね、ちゃんとしっかり相手して、やっぱり日本人以上にマナーができてる人多いんで、今海外の人ももう香水ばったりつけてくる人とかも今いなくなったんでね。でも海外の人も本当大歓迎です今は、はい。失礼します。ちょっとやっぱお寿司濃いんですよね。野口はお寿司にはやっぱり合わないです。お寿司にはやっぱ難しいです。もう強いんです塩が。はい、やっぱりこれ穴子とか、あとは最後ですね、最後のちょっと最後にちょっと飲むとかならいいですけど、お寿司の最中はやっぱりこうお酒が強く出過ぎちゃいます、はい。でやっぱり本当に味わい深いお酒です、はい。野口は今14代とかより入らないです、野口の方が、うん、僕の中では14代の方が入手が可能ですね。それ以上にやっぱり価値が出てきてますね、野口は、うん。これはイワシ、はい。軽く酢で締めてます。やっぱ連休中なんでちょっと港の方で止まってるんですよね。止まってるんでちょっと軽く締めてます。シマエビ赤身がね綺麗ですよね。いいエビはね赤身が強いです。赤身がかってる。一回冷凍しちゃうともう真っ白になっちゃうんですよ。ねっとりしていいエビですね、このシマエビ。甘いと思います。甘みもしっかりある。今ボタンエビもちょっと入らないんで、入荷ないんで、やっぱりシマエビ、今このエビが今一番扱いやすいですね。味もいいし。この赤みがかったね、赤がね食欲をそそるよね。どうぞ、もう早めに食べてね、写真撮ってすぐ崩れちゃうから、うん。失礼します。どうぞ。いや、うまそうだね、美味しそう。これは赤ワインはどう？マグロに合わせた赤ワインそんでカツオが出て、あとマグロですね、赤身、トロ、最後のアナゴまで取っといてもらっていいんで、その後は日本酒ちょっと別にまたもうそのまま放置しておいてもらって大丈夫ですんで。カツそんなに濃くないんですよね、やっぱり寿司に合わせる赤ワインって。牛肉に合わせるワインとかね、結構濃いの多いけど、やっぱ寿司なんで、やっぱり結構軽めの赤ワイン。
マグロ赤身です。今日はね、沖縄の石垣島のマグロですね。沖縄とは思えないぐらいの素晴らしいマグロ。石垣島にこんないいマグロいるんだみたいな、はい、マグロですね、赤身です。179キロ、沖縄のマグロとは思えないよね。そのぐらい身質もいいし、脂もいいし。崩れやすいからね、気をつけてね。ふわふわっと柔らかく握ってるから、あんまり固く握ってないんで崩れやすいです。気をつけてください。温度も大事だけどね、握る力加減とかもすごい大事なんですよ、お寿司って、トロシャリはちょっと大きくなってます。トロのね、今日のトロの味の濃さ、脂の乗り具合でね、シャリの大きさも変えます。ちょっと今日は大きくした方が美味しく食べれるんで。シャリが大きくなって、シャリの温度も高くなって、あと握り方が柔らかく握ってます、このトロは。これも食べてね、ちょっと余韻を楽しんでもらって、赤ワインスーって流していただいたら、もう本当に最高の時間ですよね。最高の最高の昼の、はい、もうこれ以上ないいい時間になる。せっかく来てもらったら幸せになってもらわないとね、お客さんには。はい、ほんと食運っていうかね、一期一会ですね、マグロなんかも。今このマグロ出してるお店が他にあるのかなっていうぐらいで、これハラカミ僕がもらってきたんで、下の方が山行きで仕入れてるところだ、どこだろうって考えちゃいますよね。石垣島のマグロですね。大体今塩釜とかあそこら辺が多いのかな。あとはこんな石垣島、最初石垣島って書いてあったから、なんで外したかもしれないと思って、やっぱさすが山行きですね。もう全くもうここまでのクオリティ。マグロ自体がいいのはね、あの山行きさんのおかげだけど、それを寿司として美味しくするのが僕の仕事なんでね。シャリの温度ちょっと上げたりとか、はい、生きててよかったです。生きててよかったってなりました。嬉しいな、それは。この前ね、お寿司食べて泣いてくれた人がいて、それもさすがに嬉しいですよね。寿司食べて泣いてくれるって、本当にこれ以上、僕もうこれ以上のことはないですよ、本当に。本当嬉しい、嬉しいですよね。そうですね、辛いこととかね、そういろんなことがあるからね、ストレス、日常のストレスをね、すべてここで解放してもらって、美味しいもの食べて。軍艦ね、ウニですね。青森の新根のウニですね。青森の大間の隣、綺麗だね。大山の並びってやつです。よし、はい、はい、大トロあるよ。大トロ食べる？はい、ありました。砂釣りのとこね、わかりました。じゃあ柵取りしますんで、特別にやります、はい、マグロ出して、はい、はい、大トロ食べる？わかりました。大トロの、じゃあ大トロのとこ、
ちょっとこのこれちょっと薄く切ってます。ちょっと170キロあるんでね、筋も強いんで。もうそれで大丈夫です。入っちゃうんで、またゆっくりね。外で予約もしよかったら。今日はありがとうございます。またありがとうございます。ありがとうございました。